休憩にしましょう。練習再開は15分後ね。オッケー。てかバンド練めっちゃ久しぶりな気がする。ライブ終わったと思ったらすぐテスト期間だったからね。みんなテストどうだった？確か赤点だったら追試になっちゃうんだよね。ええ、それに対象者は放課後決められた教室で自習することになっているわ。あれ超だるいんだよね。ちょっとでも喋ったら怒られるしさ。経験者は語るだね。というかトンコちゃん今回は大丈夫だったの？超ギリギリ、あと一問間違ってたら赤点だった。そんなに危なかったの？私も似たようなものだよ。月の森のテストって基本問題だけじゃなくて応用問題もたくさんあったから慌てちゃって。もう2人ともしっかりしてよね。もっと勉強しないと。つーちゃんは勉強得意なんだっけ？私は結構得意な方だと思うよ。今回はちょっとだけ調子が悪かったけど。ひろまちさんは？私は普通だよ。どのテストも平均点だったからね。え？全部平均点ってどの科目も平均点ぴったりだったってこと？それ取るの逆に難しくね？そうなんだ。まあ偶然かもしれないし次はないんじゃないかな。じゃあこの中で勉強得意なのってやっぱりヤシオと一応双葉くらいか。一応ってつけないでよね。今回のテストはたまたまあんまり良くなかっただけなの。ヤシオさんは赤点なんて取ったことなさそうだよね。中等部の頃からずっと学年1位だったって聞いたし。私は1位を取るつもりで受けているから今後もその予定よ。取るつもりで本当に取り続けられちゃうのがすごいよね。私も1回くらいめっちゃいい点取ってみたいな。中等部の頃からずっと下から数えた方が早かったし。トウコちゃんは1回くらいじゃなくてずっといい点取ろうとして。このままだとそのうち本当に赤点取ってバンド練習にも影響出ちゃいそうだし。確かに。ってことでヤシオ先生、次のテストの時勉強を教えて。どうしよう、ヤシオさんそういうの嫌がりそう。あれ、でも意外と真剣に考えてるみたい。そうね、構わないわ。マジでヤシオ超いいやつ。神、天使、仏。人がいいわけじゃないわ。あなたが赤点になってバンドにかかる不利益と勉強を教えるコストを天秤にかけただけよ。なんかすっごくルイルイっぽい理由。なんだよヤシオ、照れんなって。マーチサンキュー。どう思うとあなたの自由だけど。それじゃあ明日のこの時間までに問題集の27ページから35ページの問題を全て解いてくること。分かったかしら？え、明日からとか気早すぎじゃね？次のテスト全然先じゃん。成績を上げたいのならまず理解できてない箇所をなくすべきでしょ。実際のテスト対策はその後よ。私はどちらでも構わないけれど、中間テストの時に後悔しないといいわね。マジか、ヤシオ先生スパルタすぎっしょ。それじゃあ私が教えてあげる。双葉はいいかな。ちょっとそれどういうこと？終わったね。まさか普段のお店が臨時休業だなんてびっくりしたよね。代わりのお店を見つけるのにこんなに時間がかかっちゃうなんて。で、あれ
ねえ、あそこで案内板見てるのルイちゃんじゃない？おーい。ああ、月島さん、こんにちは。もしかしてお店を探してるの？私の知ってるお店なら案内しようか？いえ、店舗をどう回るべきか考えていただけです。買い物にあまり時間をかけたくないので。時間をかけたくないってどうして？他の必要なことに時間を使うためです。そうなんだ。ルイちゃんはスケジュール管理とかすごくしっかりしてそうだね。私は一日のスケジュールをこの手帳に書いて管理しています。もし見たいのでしたらどうぞ。それじゃあお言葉に甘えて。毎日の予定がきっちり書いてある。これいつも実践してるの？そのためのスケジュールですから。そうは言っても立てたスケジュール通りに行動するのってなかなか難しい気がするけど。私は不測の事態を考慮して時間に余裕を持たせたり、予定に優先度を決めて対処しています。必要であれば代替案を用意することもありますね。なるほどね。ルイちゃんって将来すっごく仕事のできる人になりそうだね。って、ごめん、私たちもしかしてルイちゃんの予定邪魔しちゃったかな？ん？どうしてですか？ほら、私たちとこうやっておしゃべりしたのってスケジュールにない出来事だったと思うし。ご心配なく。立ち話をしたくらいで崩れるようなスケジュールにはしていませんから。そっか、さっき言ってた不測の事態に対処するってやつだね。その通りです。とはいえ、そろそろ目的の店舗に向かう時間ですので。いろいろ話せて楽しかったよ。私たちも買い出しの時はもっとちゃんと計画を立てていくようにしないとね。それでは月島さん、今日はこれで失礼します。